トルッタはアメリカ海軍の潜水艦、天地急潜水艦の一隻。艦名はマスの一種であるブラウントラウトの学名にちなんで命名された。ブラウントラウトトルッタは1944年5月22日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。当初は大西洋遺跡の通称にちなみトムテートと命名される予定であったが、 1942年9月24日にトルッタと改名される。1944年8月18日にエドワード C ・マグデバーガープ人によって命名、浸水し、1944年11月16日に艦長アーサー・シスミス中佐の指揮下収益する。偽装及び成長後、トルッタはポーツマスからニューロンドンでの海域において30日間の 猛訓練を実施し、続いて南に向かいパナマ運河地帯を経由して1945年2月25日に真珠湾に到着し、さらなる訓練を行った。訓練の後トルッタはオアフ島からパーチー及びライオンフィッシュとともに出港する。トルッタが指揮するウルフパックは3月30日にサイパン島に到着した。3月19日トルッタは 最初の紹介でパーチー及びライオンフィッシュとウルフパックを構成し東、シナ海に向かった。ウルフパックの指揮はトルッタのスミス艦長が指揮を取った。3月30日にサイパン島に到着し、翌31日に出港。しかしながら、海図に示された海峡でドラム缶に繋がれたケーブルに接触、スクリューを損傷し、修理のためサイパン島への反転を強いられた。 4月1日に到着後修理を行い、4月3日に再び出港して全速力で懲海海域に向かった。4月7日、トルッタは前日遅くに文語水道から出撃した伊藤聖一中将の日本艦隊を迎え撃つため、進路を変更した。艦隊は戦艦大和を筆頭に南へ向かっていた。トルッタは全速力で航行したものの、 日本艦隊が進路を変えたため接触することはなかった。しかしながら、ミッチャー中将率いる第58任務部隊の艦載機がマト軽巡洋艦ヤハギ駆逐艦浜風を沈め、日本艦隊は沖縄に達することはなかった。この棒の岬沖海戦の結果を受信した後、トルッタは敵機との接触を避け、また強風と第5艦隊の大軍を通り抜けて、 4月9日に南方に向かった。南西諸島を経由して4月11日の午後に東、シナ海の紹介海,海域に到着した。紹介海,海域では上海からチェジュ島にかけての航路を紹介した。4月13日、トルッタは北緯32度08分統計124度30分、北緯32.133度統計124.500度、 三十二点一三三百二十四点五零零の地点で、日本の駆逐艦三隻を発見し、追跡中に、海図にない嫌い腹を偶然通過していた。その後、駆逐艦は深度を変え、トルッタから離れていった。四月十九日、トルッタは、北緯十七度五十二分統計二十二度二十四分、北緯七点八六七度統計十二点四零零度、 37.86722.40の朝鮮半島西岸の大東湾入り口を紹介中に攻撃により小型貨物船一隻を撃沈もう一隻に損傷を与えた。4月22日には中国沿岸で敵水蒸気が2発の爆弾を投下、トルッタは過労じて損害を回避した。3日後の真夜中直後、チェジュ島西方を紹介中に 環境上の見張りは、魚雷が観光法を通過したのを発見し驚く。トルッタは、速度を上げ時間の進路を、魚雷の鉱石と平行にし、別の魚雷が下限を、完備から、艦首方向へ通過。トルッタが航海におけるただ一隻の潜水艦では、なかったという不吉な合図を確認した。幸運にもトルッタはそれ以上に本軍潜水艦のサインを確認することはなく、4月26日まで。 紹介を続けた後、グアムへ向かった。4月27日の遅く、トルッタは、琉球諸島北部の悪石島及び宝島の間を通過中に日本軍機と接触する。それは、トルッタが長時間の先行を強いられることとなる、先駆けであった。翌朝、空気及びバッテリーが低下し、もし状況が正午前までに改善しなければ、トルッタは浮上して、 決着をつけなければならないだろうというメッセージを送った。1時間少々後に10機のアメリカ軍戦闘機が沖縄から飛来し、日本軍機を撃退した。遊軍機の航空援護はトルッタがバッテリーを充電し艦内を換気するまで行われた。その後トルッタはマリアナ諸島に向かった。5月4日、トルッタは42日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島。 修理五艦サウ牛田コタと訓練を行った。また、艦長がフランツピー・ホズキンスに変わった。6月2日、トルッタは2回目の紹介で、クイーン・フィッシュと共に日本近海、東シナ海、および航海に向かった。紹介海域に向かう途中台風に遭遇し、その後6月7日に救助配備任務に就く。その日、 神戸を攻撃する空襲部隊の支援として、救助任務に当たっていたトルッタは、撃墜されほぼ1週間をゴムボートで漂流し、前日には台風に遭遇したという陸軍飛行士を救助した。日本本土の都市に対する空襲が激化するとともに、トルッタは、九州南方での救助配備任務に従事し、その傍らで、文後水道沖での偵察及び鳥島への写真撮影偵察を行い、 同島の1マイルに接近した。その後、トルッタは6月21日に航海と東、シナ海を紹介するウルフバックストリートスイーパーズに合流するため、文語水道に進路を向けた。トルッタは津島海峡西方の紹介を行い、6月24日に平戸島に対する艦砲射撃を行った後西方に移動、朝鮮半島南西海岸沿いに紹介を行った。 7月1日、トルッタは、北緯36度30分統計125度50分、北緯36.500度統計125.833度、125. 36.500125.833の地点で小船を追跡後、スクーナーの一軍を発見する。混乱を利用して、高位置を取り、敵船が旋回に逃れるのを防ぎ、4時間の戦闘で3本、 および4本マストのスクーナー7隻を撃沈した。トルッタの乗組員は2隻に乗船して、捜索を行い、スクーナーの乗組員を救命ボートに乗常させた後、残るスクーナーを沈めた。7月6日、トルッタは、北緯37度37分統計125度04分、北緯37.617度統計125.067度。 3 7 6 1 7十2 5 0 6 7の大東湾港入り口を偵察中に、トルッタは3隻のスクーナーを栄光するタグボートと遭遇する。トルッタは5インチ砲でタグボートとスクーナー2隻を撃沈し、1隻を炎上させた。2日後の7月8日にも新たなスクーナーを撃沈した。トルッタは朝鮮半島沿岸の偵察を続け、7月12日の午後に、 同海域を離れ、マリアナ諸島に向かった。7月18日、トルッタは46日間の行動を終えて、アプラ港に帰島。潜水母艦フルトンによる修理を受けた。その後、8月12日に3回目の紹介に出撃したものの、紹介海域に到着する前に終戦となり、トルッタの8月24日、トルッタはミッドウェイ島に帰島した。 8月26日、トルッタは、キロにつき、新珠湾とパナマ運河を経由して母国へ向かった。ニューオーリンズ及びその他の湾、東海岸の港を訪問した後、1946年1月、初めにニューロンドンに到着、不活性化のため、第6艦隊に合流した。1946年3月までに、トルッタは、予備役となる。その後1951年まで、 ニューロンドン予備役艦隊で保管され、1951年3月に再就役する。ニューロンドン沖での活動後、1952年5月4日に改修のためチャールストンで再び予備役となる。グッピーイーヤ改修が行われたトルッタは1953年1月2日に再就役し、キーウェストを拠点とする第4潜水船隊に配属された。 続く19年にわたってトルッタは、キーウェストを拠点として、大西洋、カリブ海、メキシコ湾で活動した。この期間に、トルッタは6度の地中海配備を経験した。トルッタは、電子対抗策装備を含む、新たな武器体系の評価試験を援助し、対潜水艦船訓練の標的を演じ、海軍予備役兵を訓練し、艦隊演習に参加した。 1959年8月1日、第12潜水戦隊へ転属直後に、トルッタは2日間ゴムボートで漂流していた5人のキューバ難民を救助した。キーウェストを母港としてトルッタは1960年代まで任務を続け、しばしばアメリカ及び地中海の港への親善訪問を行い、多くの戦闘効率賞を受賞した。1969年11月に、 キーウェストに停泊、トルッタは最初の収益から25周年を祝った。トルッタのアメリカ海軍での長い経歴は1972年に終了した。同年6月にトルッタはトルコ海軍の上院を訓練し、7月1日に退役、同日トルコ海軍に対応され、ジェルベと改名された。トルッタはその日に除籍された。 ジェルベは1999年7月23日にグルジュック海軍交渉で退役した。現在ジェルベのセール部分はトルコ海軍潜水艦乗組員の記念物として保存されている。トルッタは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。